お疲れ様です、スロットです。今日はですね、こちらメガナイトオールベガやっていきたいと思います。さあ、というわけでですね、メガナイトオールベガの圧着 E 型が今マルチ上位でね、まあちょこっとだけ使われてましたので、やっていきたいと思います。前はずっとマスケでしたね。はい、圧着 E がマスケで、あとはたまにユーノがプリンスだったりとか、コウモリガゴだったり、テレババがデリバリーだったり、ヤナアメだったり、まあいろんなバージョンがあります。まあ個人的にはマスケプリンス型も結構おすすめなので、まあ圧着 E 持ってなかったらぜひね、そちらも使ってみてください。というわけでやっていきましょう。さあ、というわけでマスケがね、圧着になったことによって、このメガナイトの弱点の火力がちょっとないっていう部分を補いますね。なのでまあゴレ、ラバー、バルーンとか、まあ重量級とかに対して、まあ前よりはちょっと戦いやすくなったんじゃないかなっていうのがちょっとあります。ちょっとだけですけどね。さあ、ここはあえてバレバレかな。縦線か。わかんないな。そう。で、迫撃のスケバレか。ってことは、スケキンとかもいそうですね。で、このまあデッキのコツが、まあ一つだけあって、もうできるだけ低コストで回すっていうことですね。うん。ファイブ持ちですね。メガナイトとかもすごい出したくなっちゃうかもしれないんですけど、まじ出さずに、このタルザップ、コウモリ、ディガー、ユーのウォールブレイクあたりの、2コス、3コスたちで回せるんですよ。これ、マジでずっと。だからそれでできるだけカードを増すっていうのが結構ね、大事になってきますね。まあなんかこう状況次第ではね、そのメガナイトで出した方がいい場面とかもまああると思うんですけど、できるだけこのほんと2コス3コスたちで回すとやっぱ回転が早いんですよね。そうするとそうするとなんか相手のサイクルよりもこっちの方が早くなって、2周目のウォールブレーカーとか2周目のコウモリとかが生きてきて、まあ相手からしたらね、なんかこう、いや、なんかウォールブレーカー回ってくるの早いなみたいな、そう結構きつくなってきたりもするんでね、できるだけやっぱ低コストで回した方がいいですね。でまあなんか相手がこう形組んできた時にメガナイトドッスンしたりとか、マーチェクイ出したりだとかするんで、こういう時にいやーなんだろうね、端前タルババとか、本当はターンにザップとかしたかったんですけど、まあなんか来たんでね、セイマなタルで受けて、さあオールブレイが飛ばしてパン、まあ、右が一発でね、最近ねマジでコメントでラッツさん、そのなんか動画後撮りですかみたいな、後撮り声後入れですかみたいな、よく言われるんですけど、全く僕は声後入れマジしたことないので、さあ俺はね今日です、今これもう試合しながら僕喋ってるんだね、試合しながら喋ったことしか本当にないので、リプ解説ぐらい、後からリプレイ見ながら喋ってるとか、そうだからもう俺のプレイそんなに上手いのかと思いながらそういうことじゃねえって、うん、そう今喋りながらやってるんで、たまに何言ってるか分かんない時あると思うんですけど、さあこういうのもできるだけ低コストで回していくと、よいしょ、なんかもうね回転早くてよく分かんないけどええ感じになってるんです。やばい、危ねえ。さあ、いや気づけば右が入ってる、マジで今回多分メガネって今一回も出してないですよね、マジそういうのでいいんですよ。で、高回転で回して、さあ、これ、ザップまで打って、おしゃれなのか？で、コウモリがね、やっぱ2周目、3周目もあると、相手からしたらきついっていうね。で、さあ、タルババと、さあ、ディガーと組み合わせながら、これ、やばいっすよね。なんかこう、もう、一生なんか俺のターンみたいな。で、無限コウモリ、U のディガーみたいな。さあ、というわけで、これがね、結構大事な攻め方で、それこそ相手がバルキリーマスケとか、まあ、バルキリー縦線とかで形組んできたら、まあ、そこに対してメガナイト咲くぐらいな感じで、もうそれまではずっと2、3コスで回すのが大事ですね、これ。マジでこのね、立ち回りができるかできないかで、全然勝率変わってくるんだね。なんか対戦相手によっては、メガナイト出した方がいいとか、圧着にもっと出した方がいいよねっていうのもあるかもしれないんですけど、まあ、基本的には、できるだけこうちっこいので回した方がいいですね。さあ、ペッコーとかなのかな、いや、コウモリ付きがちょっとね、わかんないですけどね。さあ、一旦ステイするか。コジョババユーのコウモリ。ガゴ群れ。
これディガコ行っていい気がすんな。で、なんだウォールブレイカーまで行っていい気する。これザップされてるからコウモリきつい。あー、ハエボが、さあ全てが刺さっていく。ジャイサン氏的な、コカ、いやコウモリか、コウモリ、いやジャイサン氏かゴルサン氏だ。うわー、あれ壊して、リポン、リポン壊して、リポン壊して、壊しちゃおう。いやー、ジャイサン氏か、みんな多分このデッキ知らないよね多分ね。あー、あれはもう、あー、えぐ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 。さあ、まあシャアなしの耐えで、ここはウォールブレイカーが刺さるでしょ。いや、エリポンジャイサン氏はね、マジで、なんならもう俺の世代のデッキだからね。もうガチで愛用してたよね、ジャイサン氏とか。もう30式。さあ、着衣が刺さってく。いや、これ、どこだろう、3式かな、ちょっと厄介っすよね、あとエリポンと。結構行きまくった方がいい気もするけど。さあ、よいしょ。ザップ打って、いて、ジャイがいて、ジャイが。に与える。ナイス。いや、これでもあっち食い取り、ガイもすればいいだけだから。決算し、チュチュチュンでしょ、どうせ。左に。うん。で、左2体メガナイトで踏みたいから、それ以外全部右が食べます。さあ、着頑張ってもらいながら、いや、見ないな、そう、いや、でもいいよ。さあ、相手が防衛にコツ使ってる。オーケーオーケーオーケー、危ない危ない。さあ、ちょっとエリポンがなんかね、ディガーで壊せなかったらちょっと怖いとか、三重子が怖いとか、ガゴムレが嫌だとか、まあ、いろいろなんかありますけども、まあ、結局はウォールブレイカー言うのとかで常にプレッシャーかけれたんでね、それが良かったかなと。そう、ナイス。さあ、マスクじゃなくて圧着になってるのもね、やっぱ火力が出てジャイとか早くとかするんでいいですね。セル、これセルジオじゃないらしいですね。セルヒオって読むんですか。ラモス、なんかどっかの選手みたいなの言ってましたけど。さあ、初代クラロワ世界大会チャンピオンですね。賞金2000万ぐらいもらってましたね。でも墓地みたいなの書いてるから、俺の知ってるやつじゃないのかな。墓地みたいななかった気がするんだよな。うん、本物か偽物かがちょっと分かんないや。さあ、遅延スケラの香りがしてるが、いや、あー、遅延スケラの香り、暇ザップで回します。さあ、まあこれベビー用アーチャクイですね。まあ、ポイズンな、強えんだこれが。でウォールブレイカーキング起動されるからな、マジで。しないでと願いながらの、で U の今行くと陸受けないんですけど、キング起動っすね。やっぱキング起動されちゃうとね、後半結構厳しくなるので、あんまこう、されたくはないよね。うん、下手ザップス。で、アイウィズ落下でコウモリ処理もちょっとずるいな。あ、これはでも。入るんじゃない？熱い。なんかバルキリー出てきたんだけど、最悪だ。あ、ボス先行っちゃったしか。うん。
生回転で。ゴリゴリしてます。まあ、メガナイトはマジ、まあ、相手が形組んできたら出すぐらいでいいです。さあ、いや、プレッシャーのかけ方が多分今日調子がいいのかもしれない。で、圧着いい。逆サイもザップって突破していく。うぅい。さあね、メガナイトね、まあ、最後に1回スケラキタンで出したぐらいで、いや、マジ本当にメガネット出さずにずっとこのチックネで回すのが結構良かったりしますね。さあ、今日の俺は調子がいいぞ。順平みたいな。あれ？目が悪すぎる、それは。ジャンピーみたいな。さあ、ホグコウモリ。初手から来るね。いや、これメガネットの後ろについたらいい子たち、君たち。ナイス。あー、絶妙に前行く。よいしょ。いやー、いいザップやないこれ。嫌がらせザップ。あー、これミニペプリンっすね、これ。あー、まあなんで、ホグのダメージを抑えながら、まあミニペックが厄介だけどぐらいかな。うん、今オールブレイカー行くと、アイスピと、なんかみたいな。さあ。これプリンとなんかで抑えられそう。で、一発で、あ、マジアチョコ。ってことはクエイクオグかもしれないし、これはなんか踏んでいい気がするな。踏み毒じゃない？でもアイゴレコウモリがあったけど、この圧着いることによってだるそう。いやー、うまいな、でも受けが。あ、圧着めっちゃいる。さあ、ホグの受けがないので、一旦防衛ディガーと、オールブレイカー行ってもいい気するけどな。ミニペッカがやばいか。一旦ステイ。一旦ステイで落ち着いて、俺。まあ、シンプルにホグをもうちょっと抑えたいなーっていう。重い、こうやってロケなのかな、クエイクなのかな。あ、クエイクでしたね。いや、これケツしてもいい気がするな。うん、ワンチャンミニペツイか。で、めっちゃいい言うのや。すり抜き言うの。いや、これコウモリ残ってる。いや、この言うのがいらないっすね。はい、誰がどう見てもいらないっす。熱っ。エロめのザップしたくね、俺今。やべ、下手めな樽。やべ、届いてない。やべ、急に下手。やめてよ、急に下手。さあ、クエイクだったんで、これ気をつけなきゃね。さあ、どっちかは入るよねの。オーケー。危ない。いや、これはでかいね。これはでかいよ。まあ、タルザップがちょっと良かったね。スケにもコウモリもいけて、まあ、アジアチにも耐えてきた。さあ、スティーブン。行ってこい、ウォールブレイカー。
初手はねセッパの方がいいですね。なんか落ち着いてる時のオールブレイカーはセッパで、なんかディガーコウモリでさらに無理やりオールブレイカー行く時はもう同際固めた方がいいですね。さあ吹き矢ディガーってことはまあ迫撃関係かな、迫撃しかないよね。うん、さあスケキンです。まあスケキン迫撃かな。そしたらさあ着合わせて、これもメガナイト合わせ毒だよね多分。迫撃も処理できるしさ、いやうちの言うの飛ばねえかな。いや飛ばんのかい。ギリギリすぎるクローク。うん、さあまあスケブとスケキンのスキルが厄介かな。まあタルザップあるけどガゴムもちょっとやだしみたいな感じかな。うん、ファイブウッドね。これもガゴムで来るだけきついよね。さすがに足る。うん、まあここ何追加してもマジガゴムレで一掃されちゃうから一旦ステイで。うん、こうやってウッド回ってないやろ。あーこれで回ったのか。イワンちゃん、あ、熱い熱い熱い、ナイス走り。マジ2周目のさコウモリとかユーノとかウォールブレイカーが相手きついんだよ、ね、スケキン2かな。お、うわ諦めた。え、熱っ、今日やばいよ。さてはノリノリじゃない、ノリノリラドノリ、ノリノリマサノリ。ネタはマジでダメダメやないかい。さあまあ勝ったから許してくれや。ナイス。はい、ということで今日圧着メガネとオールブレイクやったんですけど、めっちゃいいっすね。鬼仕上がってました。マジでメガナイト出さずに、まあ、ほんとユーンのウォールブレイカー、タルザップコウモリディガーですね。まあ、この2、3コスで回すのが結構コツかなと思いますので、皆さんもぜひね、意識してやってみてください。チャンネル登録、高評価もね、お願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。